山本春居昭和8年7月12日は、明治から昭和初期にかけて活動した演算史上派の日本画家。本名は金右衛門、幼名は勘之助。別号に、遠友祭、一徹古事、竹内製法と共に、近代京都画壇を代表する画家である、滋賀県滋賀郡ゼゼ町で生まれる。祖父は、戦前の修身教科書において金弁な商人の、 鏡として紹介された、高田善衛門。内井で小学校卒業後、12.3歳で、東園にあたる京都の日本画家、野村文居に入門。その後文居が上京したため、明治18年文居の詩、森関西に学ぶ。翌年の京都青年会画共進会に、五竹氏、菊に、鈴芽を、出品、一等法上を受ける。明治24年、竹内製法。 菊池義文らと青年会が懇親会を結成。同年、京都市立日本青年会が共進会の審査員となり、起発平失意志図を出品、二等商議員となる。明治27年に士官祭が亡くなり、同年上運者の委員となる。明治32年京都市立美術工芸学校の共有となる。翌年、画塾同好会を組織し、 展覧会を開く。明治34年第7回新古美術品展に出品した法事日荘が一等二席となり、春居の出世作となる。明治40年分展開設にあたり、竹内政法らと共に審査委員を命ぜられる。大正6年6月11日提出議員に任命される。同年、故郷の近くに別荘、露化浅水荘を営み、 の邸内に、紀本人を混流、関西と父の像を安置した。大正8年帝国美術委員会員となる。この頃、地元ゼゼ秋の復興を目指し、初代伊藤須山、岩崎健造らと信用を開く。大正11年パリ日仏交換店に、義式院生、秋山図を出品し、サロン巡回員となる。大正15年フランス政府より、 シュバリエドラレジョインドヌール勲章を授与された。昭和三年大上最後の大表の席に用いる、スキ月地方風俗歌屏風を制作する。昭和八年七月十二日死去。去年六十三十五日十四位に除せられた。改名は気学院春巨一徹子寺。墓は、当寺院。画風は、史上派の伝統を受け継ぎつつも、西洋の刺激を受け、牧祭や、 色彩表現を法令さえと徹底的に潤化した表現に特色がある。こうした画風は、千里氏など絵を享受する芸の大棚に指示された。明治天皇も春挙のファンで、亡くなる際、床の間にかかっていたのは春挙の作品だったという。ウィキメディアコモンズには、山本春挙に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。